皆さんこんにちはオプショントレード普及協会の森屋です今回もですね、えー、個人投資家が実際にやっているオプション取引の事例をですね、えー、ご紹介したいと思います今回はですね、えー、ちょっと記憶にまだあの新しいというか、えー、東日本大震災この時にですね株は大暴落しましたで、この時にですねオプションをうまく利用していればその株をですね守ることができた、えー、そういうことをですね 個人投資家の方々からですねお話を聞いてそれを完全にシミュレーションしてみたいと思いますはい、えー、2011年3月11日です、えー、ですねこれにちょうどですね金曜日の、えー、2時40何分というですね、えー、いわゆる株でいうとこの大引けに近い時間帯でしたね、えー、大引けにですねあと15分ぐらいだったんですそしてそのまんま、えー 一旦その時点では取引が終わったという場面ですね。えー、チャートを見ていただいてわかるようにですね、当然、えー、そういった大震災とかっていうものはですね予想できませんから突然やってくるわけなんです。はい、えー、有事に保険をかけるという考え、プットオプションを買うということです。えー、プットオプションを買えば日経平均の下落に対してですね保険になります。この時ですね株を持ってた場合。 株株が下下落落していいいきますすかからららその株をですね下落から守らななけければいけない当然ですね震災の時ですねそういう余裕がないかもしれませんがプットオプションをもし勝てたらどうなったのかこれを見たいと思いますね。で個別株である、まあ、今回ソフトバンクの株を見るんですがこれがですね日経225、まあ、日経平均とどれぐらいの連動率があるのかこれをですねベータといいますがこのベータを見てですねプットオプションの 何枚買えばいいのかこういったことをですね考えるんですねでベータの値はですねこれはまああの日々のですね値動きから計算することもできますし今ではネットとかですね調べれば出てきますえソフトバンクのですね株1000株保有していた3000円で1000株保有していた場面を想定しますえ直近の高値がですね3500円でしたで今は3300円の状態 ちょうどですね、震災が起きて引けにかけて三千三百円まで落ちてきたとこういうことです。ただこの段階でもですね、含み益は三十万円ほどあったわけなんです。ですからこの時やめるというのも一つの手ですよ。で当時日経ニニゴの先物がですね、一万百七十円でした。引けにかけて一万百七十円だったんですね。 でソフトバンクというのが当時日経平均とのです、ね、連動率が大体1.4から1.6ぐらい、えー、ベータの値がありましたので実際に日経平均が10%下落した場合この株は、えー、14%から16%ほど下落するとこういう意味ですね。もともと、えー、保有株3,000円で買ってましたから3000を割り込んじゃ困るとということです実際現在ね3300円ですからこのあと10%を超える下落 それ以上になってしまったら困るわけですがって10%を超える下落その10%を超える下落の下の分については返事したい。ということは日経平均でいうと何かというと逆算すればいいですね日経平均でいうとこの6%の下落は困るということです。β の値を1.6と見たときには日経平均でいうと6%の下落ということです。では時価総額を比べてみましょう。 えー、保有株式で,ですね今ソフトバンク株ですね1000株持っておりますから、えー、全部で330万円の総額時価総額があります一方日経平均どうかと言いますと1170円ですから、えー、1000倍すると、えー、そうですね約1000万円ぐらいの、えー、時価総額になるわけなんですしたがって最低単位であるオプション1枚であったとしてもこの株個別株の3倍の えーまあ、時価総額があるということで保険としては3倍分ちょっと保険が大きすぎるけれども、まあ、最低単位ですから、まあ、安心だと考えればいいですねそして権利公式価格は今の日経平均がだいたい1万円前後ですからここから600円ぐらい下の1万170円でしたから大体、えー、いいですねプット9500あたりを採用しようとこういうわけなんです。 ではこの PUT9500 ていうのがですねいくらで、えー、買えるのかを見ていきましょう、えー、値段を見ていきますとそうですね65円で買えます6万5千円ということですね保険料が6万5千円ということですさあ、えー、地震が起きたまだ報道はわかりませんがこの時6万5千円の保険をかけたとこういうわけなんですはい、えー、4月切りのプット9 5 0 0を6万5千円で1枚だけ買いました さあどうなったのでしょうかさて、えー、この後ですね実は3月14日15日にかけて相場はですね大きく崩れます実際にこの固有、えー、個別株は2800円まで下落してしまいました、えー、3000円までは耐えられるんですけどもそれ以上下げてしまったということなんですですからこの株からは大きな損を出てし出してしまいました さてせっかくですね、えー、最終的に3,500円まで上がっていたそして、えー、震災が起きた直後であったとしても3,300円だったしたがってその時逃げていればよかったんですしかし、えー、持っていたために2,800円まで下落してしまった買った時の3 0 0 0円を200円も割り込んでしまっている20万円のの損失の状態だった,んです、ね、ただただですよあの時に株を全部手じまうなんてことは果たしてできたのかということなんです。 やっぱり現実問題難しかったんじゃないかと思います。そこでプットオプション一枚だけポンと買うわけなんですね。では、えー、保険としてかけたプットオプションはどうなったのかを見ていきます。えー、この後ですね、3月14日、15日と大きく下げました、えー。3月14日の時点でですね、実はこのプットオプションのまあ利益ですね。その時の価格から、えー、受けと最初に購入した金額を引いてあげた受け取り利益がですね、31万円ほどありました。 さらに3月15日ままで、えー、行ったとします、はいえー、3月15日はですね日経225先物はなんと8640円まで下げましたそしてそ,その時ソフトバンクの株は2800円まで下げたんですでは4月切りのプット9500はどうだったかというとこれは1010 10円の価格をつけていましたもともと65円で買ってましたから1010 10円ということはなんと 94万5千円の利益があったんですねこのプットオプションをこの時点で反対売買しますそうすると94万5千円の利益が発生することになるんですね株は一方で20万円ほど損しておりますですからもうこの状態ですから株も手締まいました 株もですね全部手締まった結果最終的にどうなったのかを見ていきますと実利益ということで株の損益これにプットの、えー、利益ですねこれを合わせますそうするとですねこの、えー、ポジションからはなんと74万5千円の利益が、えー、残ったわけなんです当然、えー、震災ですね大変なことが起きておりましたしかしこの株ですね資産はプットオプションによって守れたわけなんです はいえー、今回のプット買いのポイントですがえー、わずか六万五千円のコストで保険としてあまりある保険金を、えー、受け取ることができたんですね、えー、目先高値であった三千五百円ソフトバンク株が三千五百円で、えー、利食いできたぐらいのそういったあま、えー、りある利益を受け取ることができました現物株のオプションではありませんので現物株と指数である日経平均とのシンクロ率をですね計算して えー、ちゃんと保険として機能するのかを最初に考えなければなりません。えー、どの権利公使価格を使うのかいろいろ考え方がありますが今回は、えー、最悪同値折りつまり3,000円ぐらいで折、えーまあ、りたのと同じぐらいの受け取りが出るようなそういうですね、えー、権利行使価格を選んだというこ,とですこれが、えー、まさに6万5,000円のコストで実現したというわけなんですね。 さて、えー、日経平均ですね、えー、225先物、えー、オプションというのは1000倍の、えー、ポートフォリオになりますから実際にはですね時価総額は1000倍しますしたがって、えー、今回の事例で言うとです、ね、1000万円ぐらいの、えー、時価総額ありましたから個別株よりも3倍ぐらいのですね大きさなんですねですから、えー、これ最低単位なんでしょうがないんですただまあ保険がちょっと多めだっていうことで、えーまあ仕方がない、まあ、それは安心感と考えればいいかと思います では、えー、注意点を見ていきましょう、えー、まずですね現物株が実際に日経平均とどれぐらい連動するかっていうのをベータっていう値で見るんですがそれが必ずしも、えー、その通りになるわけじゃありませんまたですねちょっとこれはこ問題なんですが、えー、オプションの売買がですね反対売買をしますから、えー、満期までもっておく必要ないんですよ反対売買してもいいんです反対売買したいんですが、えー、そういう時有事の時なんかですね流動性が著しく小さくなる場合があります またオプションがですねインザマネーの状態になったときにはこれまたですね流動性が低下して反対売買がしにくくなるそういう可能性があります。また株とオプションはですね現時点では税制が異なりますので損益の通算ができない場合があります。このような注意点にですね留意しながらプットオプションでですね個別株でも保険に機能することができる。 えこういうことをですね今回ご紹介した次第でございますぜひですねプットオプションを有事の際に買うという保険に使うということこれぜひですね押さえておいていただきたいと思いますでは以上にしたいと思いますさて今回の取引事例はいかがだったでしょうかオプション取引の具体的なイメージが浮かびましたでしょうか もっとたくさんの事例が欲しいという声にお答えして。オプショントレード普及協会では、メルマガを発行しています。メルマガでは。この動画シリーズでは、語り尽くせなかった数々の事例。やっちゃいけない失敗事例。取引にまつわる投資あるある。など、バリエーション豊富な事例を紹介しています。検索キーワードは。オプショントレードドットコムです。 今すぐ検索してメルマガ登録してください。お待ちしています。